核酸っていうのはヌクレオチド,、ね、ヌクレオチドが長くつながったものです。ヌクレオチドっていうのは、ね、塩基と糖とリン酸のセット、このセットをヌクレオチドと言います、ね。実はヌクレオチド同士、ね、長くつながることができて、ね、つながったものを核酸と言います、ね。核から発見された酸だから核酸です。地球上に核酸2種類あって、DNA と RNA、糖部分にデオキシリボースが使われている核酸をデオキシリボ核酸 DNA と呼び、糖の部分にリボースが使われている核酸をリボ核酸 RNA と呼びます。 DNA は一般的に二重らせん構造ですけども RNA は、ね、あの基本的に二重らせん構造を取りません。まあね、二本差 RNA ないわけじゃないけど、まあ、あの高校生物では、ね、RNA は一本差で捉えておけばいいでしょう。DNA と RNA、塩基も違います。DNA に含まれる塩基は ATCG アデニンチミンヒトシンクアニン、RNA に含まれる塩基はアデニンウーラシルヒトシンクアニン。ね、こんなふうに、ね、あの塩基も少し違います。ね 塩基、えっと、って言ってもねあの化学で勉強するような塩基一般ではなくて、ね、生物の教科書で塩基って出てきたらあ拡散の中に含まれる弱い塩基性を持った、ね、窒素を含むこういったアデニンとかチミンとかシトシンとかグアニンとかウラシルのことだなって考えてしまって OK です、ね、あの拡散に含まれる塩基って意味であの教科書では塩基って言葉を使ってます繰り返すけど化学で、ね、習う塩基一般の話をしているわけではありませんでなんでね RNA ってねあのウラシルね何や、ね何だろうって思うかもしれないけどねあの 実はねあのあのシトシンこのシトシンこの C の,このシトシンってちょっと壊れてだから実はね大昔って DNA がまだ地球上になくて RNA ばっかり生物は使ってただけど RNA って血管、まあ、血管品って言ったらおかしいなまあでもまあ,、まあ、ある意味血管品でシトシンがちょっと壊れるとちょっと壊れるとウラシルになっちゃうんですよでそうするともしずっと RNA を遺伝子の本体に使ってたら C が壊れてできた U なのかもともとあった U なのか区別できないじゃん。だから俺たちもっと素晴らしい遺伝子の本体にもっとふさわしい化学物質を,を得ようと思って DNA を手に入れた。まあ、そんなふうな、ね、説が叫ばれています、まああの。手に入れようと思ってって言っちゃいけないね。まあ、進化の過程で DNA が現れてきた。そんなふうに、ね、言われています。ま,あね、あのまだまだえっと未回目の領域なんでテストでは問われません,ませんけどね。まあ、そんな、ね、進化的な流れがあって、ね、はじめ RNA みたいに裏城を使ってたけども、ね、DNA の方が実はね、あのなんていうの ?DNA の方が。 バージョンアップした DNA の方がこう最新型の拡散みたいな説もあります。